プレシェボ、あるいはプレシェバは、セルビア、プチニャ軍の町及び、それを中心とした、基礎自治体であり、セルビアの南端に位置する、同自治体は南に、マケドニア共和国、西にコソボと隣接している。2002年の国勢調査によると、プレシェボ自治体の人口は34,904人であった。合計161の、レッカウランダンが、 プレシェボ近くのレリアンで見つかっている。セルビア政府は、レリアンでの劣化ウラン弾の除去作戦に35万ユーロを拠出している。1992年、地域のアルバニア人は、プレシェボ、メドベジャおよび、ブヤノバツをコソボに編入することを問う、住民投票を行った。1999年から2001年までの間、アルバニア人の武装勢力、 プレシェボメドベジャブヤノバツ解放軍が、この3自治体のセルビアからの分離と将来の独立したコソボへの統合を求めて、武力闘争を展開し、プレシェボ警告危機と呼ばれた。この武力闘争は、類似する周囲の紛争ほどには、国際社会からの関心を集めなかった。闘争はユーゴスラビアを呼び、セルビアの部隊によって鎮圧され、地域は正常化しているものの、 以前民族間には緊張がある。2005年12月にアルバニア人民主党のラグミムスタファが市長に選ばれた。6ヶ月後、再度投票が行われ、再びムスタファが市長に当選した。2009年から民主行動党のナデルサリクが市長を務める。プレシェボ自治体の人口のうち最大の人口を占めるのはアルバニア人であり、 自治体人口の90%を占め、コソボを含めないセルビアでは最もアルバニア人人口の高い自治体である。残りの人口のほとんどはセルビア人であり、セルビア語のトルラク方言を話す。プレシェボ自治体に含まれるほとんどの集落ではアルバニア人が多数派を占めている。この例外は、ヤニク、スビニシュテ、スラブイエバツ、サカノバツであり、セルビア人が 多数派となっている。モスクとミナレットが見えるプレシェボの景色ほとんどの集落ではアルバニア人がほぼ100%に近い人口比率を占めるがセルビア人が少数派ながらも一定の人口比率を占める集落もある。ブシュトラニエ、ゴレミドール、レリャン、ストレゾブツェ、トルナバ、チュカルカ、そしてプレシェボの街では一定数のセルビア人が居住している。 しかし、これらの集落も多くくらいは20年から40年ほど前にはセルビア人が多数派であった。この間にセルビア人が生きがいに移住する一方でアルバニア人が移出した人々の住居を買い取って移り住んでいる。ありがとうございます。